本当にその生まれ育った地形っていうんですよね、それでその、風景もまた視覚だけではなくて身体の中にこう全部しまわれてて、昔のことが 今のように先生が語りになるわけですけども、まあ、そういう中でやっぱり天地、その中で実際あのよく覚えてるのは先生が戦時中にその起伏を越えながらいろんな荷物を運んだりとかしたその もっと青年時代のそういうようなこともありましたよね。でそういう中で本当に身体を通して東京 その生まれ育った地形の中をこう歩かれる中で、やはりなんかそういう空間的なものとかそういう建築的なるものっていうものを何か体の中にこう吸収されたのかなっていうようなことをすごく思ったんですけども、いや建築的なと思い出したのは卒業、早稲田で卒業してから あれが建築とつながったのかなとはそう思うのは、もう、はい、あとの話で、建築家になろうぞとか建築を専攻しようとか思いもしない。船乗りになりたいと先生おっしゃってたんですね。船の方に進みたいとかいうことがありました。要するに技術屋になりたかった、はい、技術屋になりたかったんですけど、ちょうどね旧制の中学5年生ですよね。5年生で、3年まではちゃんと授業があった。ところが3年の時にもう大東亜戦争最後の年で、来年はもう本土決戦であるという時にね、もうお前たちは勉強なんか しなくていいと、働けというので学徒動員にで借り出された。でそれどこはどこに行ったかっていうと、汐留の日通、日本通のね、そこの下請けで働かされた。で朝集合して、それで、1日の今日の仕事の配分を受けて、でその仕事っていうのはリアカーって言ったね、でも大きいんですよ。そこからそうね、畳1畳敷きぐらいあって、それに荷物をいっぱい積むとね300キロぐらい、それにいちいち全部伝票を閉じたのを手にしてね、それで新橋のあそこの汐留から出発するわけです。それで午前中に2本、いや午前中1本、午後2本かな、どこに2回やるわけです。でそれで終わると全部報告書を出してね、要するに妊婦をやらせたって。それからあとはトラックの上乗りといって、トラックにプラットホームから汐留の駅から荷物をこうやってトラックにこう積み込むわけ。それからまたそのトラックの上に乗っかって、工場に行ってその画材料を下ろすという妊婦ね、そういう仕事をやらされたんです。でその時に僕は子供の時いつも今みたいに痩せてたんです。骨と皮だった。そこでね、やった仕事のためにね、筋骨隆々としてね。で、ある時、親父のと銭湯に行った。銭湯行った時に親父が入ってきて、僕が風呂に入る姿見て、おぉ、こんななすかって。そこがあまり信じられないんです。僕も信じられない。共に生きた時代があった時に考えると。でそうするとね、全然そういう感じは受けなかったんで、そのリアカーをこう引いていくとね、例えば銀座から浅草まで行くときに坂はないと思うでしょう。じゃあここが起伏があるっていうことが体で分かるわけですよね。重くなるからね。で例えば日比谷の交差点と築地の交差点とのあれは平らだと思う。平らのように感じますよね今ね。ところがあれは平らじゃないんです。日比谷の角から地面にスラスラにこうやって固めでついてこうやったらね、ちょうど銀座通りが尾根筋になってまた向こうは降りていくんです。で車引っ張ってるとこで分かるわけですよね。それでそうするとね、地図を見たり電車に乗ってたら絶対に分からない。そうすると下の、下町って言っても絶対平らじゃなくて起伏があった。その起伏を後でいろいろ大人になって本を読み起こしてみると江戸の歴史が読めてくる。で日比谷公園はあそこはちょうど入り屋があった。それを家康がの上で埋め立てて、その泥まで余ったんですよ、どっかの城の工事をするためにね。
その土をあそこに持ってきて埋めちゃった。でそれが平らになった。でそれが日比谷公園です。でそうするとね、そういうのがこう歩いたりなんかすることによって体で地形が読めるっていうんです。それで戦争中ですから、初めのうちはちゃんと銀座通りがあったんです。日比谷の公園をみんな全部あったんですね。それがこの、その翌年には焼け野原になって、それで今まで見えなかった東京が目線で見えるようになった。目線で見える東京っていうのはね、やっぱり違うんです。そうでしょうね。でそれが今度戦後またこうなって、目線がまた消えてしまってると。でもその下にはちゃんとあるんです。まあ、非常に短い歴史だけど、竹中が昔日比谷の角に、日活国際会館という大きなビル作って、あの戦艦工法でね、地上に地下4階を地上に作って、だってこれで掘り掘ってずっと沈めて、それで上に会館を乗せた。でこのところどこに持ってったかっていうと、トラックで今竹中工務店が、菅君が設計したあの本社ビル、本社ビル、あそこに埋め立てた。だからあれで、あれでね、東洋町のところ、うん、はい、でこう思ったのは、戦後直後の最初のね、高層ビル、大ビルだったの。これ大変注目されて学会賞を取ったんですよね。それで、それでこの泥を埋め立てて、でそのまま草っぱらになっていった。その上に今度本社を作って、それであそこでまた学会賞をもらった。2つの学会賞が時代でこうつながってるんですよね。でそういう地形、空間、歴史、そういうのがね、なんだろう、筋書きはみんな自分の中の記憶としてこう、なんて言うんだろう、蓄積していってるっていうんじゃないけど、要するに溜まってるというね。なんかそういう、こう先生のお話っていつもこう実感がもう、先生が持ってる実感が、あの聞いてる我々にも実感としてこう伝わってくるっていう、何かそこに生きているようなものを感じて、いろんなものがこう包摂されていて、そしてなんかこう実体をなんか手で触れるような実感がこう感じられるようなものとして聞こえてくるんですよね。そこはすごくいつもいろんなお話を聞いた中で、それはやはり建築とすごく、あの先生の設計のあれとすごくダブってるなっていうふうに、あの思ったりするんですけど、それでもう一つね、環境とか地形とか何かっていうのは、こう頭の中に入ってくる情報の知識ね、知識でもって描かれる地形、空間っていうのがあるでしょ。それから、歩くことによって直接の体で感じることもある。でそれは点と点がちゃんと結べるわけですよね。ところが体で覚えてるもう一つの蓄積に、見えないもの、感じない、あの感覚的には捉えにくい。例えばね、渋谷にいて子供の頃にはまだ街は静かだったから、時々っていう音が聞こえてくる。で親に、これ一体何の音だろう、時々聞こえてくるんだけど、これは芝浦に汽船が入ってきて、でそれがボーッと汽笛を鳴らしてるんだよ。それで初めて、あ、その音を聞きながら、汽船とそれから関係ね、その辺のこう、それなりに頭の中にこう描いていく。要するに目を使う、視覚を使わなくても人間の五感とかなんかで、空間がうちの中にこう構築されていくわけです。でそういうのはね、作文に書いたのが小学校の時に。そうしたら、あ、それでね、夜中に寝る時に、夜遅く寝る時にいろいろな音がだん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 聞こえてくる。でも見えない。でその音を全部描写して書いたら、先生に非常に褒められた。それでタイトルは静かな夜と書いたんですよね。そしたら周りの友達がもうせせら笑ってね、お前静かじゃないよ、うるさいじゃないかって。まあそうやって冷やかされたのがあるけど、
音だけでもやはり空間というのが頭の中に構成され、それから生活がそこに、目では見えない生活感というのが、都市のね生活感というのがそこにちゃんと毎日の生活の中にあるんだということ、そういうのはね、それほど分析的に考えたことは一度もないけれども、思い越してみると、あれはやはり建築的な経験であったなというふうには思っています。